込んでね。ただワンアウトからこれダブルプレーの確率は非常に低いと思うんですね。セカンドゴロ4-6。三遊間破りました。でしたらね、近藤監督も森監督もどうもチャンスは作るんだけどタイムリーが出ないんだというね話をしていたんですけども、なんか今日もそんな感じの試合ですよね。見てるとね、コースでどういう球で稼いできてる、カウントがいいとどういう球で勝負してきてるのがいるけどね、これはもうプロとしては失格でね。大きな当たりですが右に切れます。ファウルボール。ところが松村の方は偶然性も絡んでる。ライト島田のことを呆然と見送りました。レフトラーで第18号ホームラン。ダイヤモンドを回ります。3対1とリードを広げました。がっくり武田。中間のあたりセカンドの白井子が センターへいい当たりですがほぼ真正面。本当に打率がよく3割2分6厘。ふーっと来てたものがポンとダメ押し取ってくれましたね。こういうのはピッチャーの中押しっていう感じですか。ピッチャーの心理っていうのはどうなんでしょうかね。東尾さんどうですか、そのあたりは貴重な一点ですか、やっぱり。まあ、またんですよね。だから、なんですかね、フォアボールを先頭に出さないことだけでしょうね。でも1点のこのあれっていうのは非常にお兄ちゃんにとっては。ちょっとご覧のような体型で体重は優に100キロを超えています。ちょっとですね、もう少し立った方がいいんじゃないかと思うんですね。これで矢作は代打では2打席連続のヒッターの白井和之と左が3人続きます。この辺りでなんとか松の前に攻略の糸口をつかみたい日本ハム。こうして下から浮き上がるような球をみんなバットを下に入ってるわけですよ。ですから打ち方に問題はありますよね。いつもベテランのおじいに同じパターンでやられてるんだと本当に工夫がないっていう、まあ、試合前もだいぶ追い込み